新しい地図の稲垣吾郎さん、草薙剛さん、香取慎吾さんが東京パラスポーツフォワードスペシャルステージに登場。新しい地図として7周年を迎えた心境を語りました。知り始めてみて、知らなかったことがたくさんあって、でそこに魅力を感じて、すごく頭の中で車椅子に乗ってる方がいて、スポーツしていても転んでしまったら大丈夫、頑張ってっていう思いだったんですけど、最初は何転んでんだよ、得点決めてよっていう、スポーツとしての応援をしていい場所があるんだっていうのを初めて知って、こういうところからいろんな生活、みんなのライフスタイルも、その感覚的なものもいろいろ変えていける力を持っているのがパラスポーツなんじゃないかなって思う。これまでというか今まではどちらかというと、やっぱり障害をお持ちなのにこれだけできるとか、こんなパフォーマンスを発揮できるっていう、まあ、そういう多分見方っていうのもあったと思うんですけど、もう今はなんかそういうのを超えて、なんだろう、こう人間としての可能性の凄さみたいなもの、人間ってここまでできるんだっていう、そういうものを気づかせてくれてますね。今パラスポーツはそうなってきてると思います。僕らもこういう機会があるので、実際そのブラインドサッカーも経験あったりとか、いろんなパラスポーツを経験してるんですけど、本当にやっぱりそれぞれの良さがあるので、なかなか一番ってのは言えないんですけど、そうですね、車椅子バスケなんてやっぱり迫力ありますしね。実際観戦したことも3人であって、その時はコロナ禍の時だったので、声は出せなかったんですけど、やっぱり思わず声が漏れてしまうというか、すごい音とか車椅子がぶつかる音とか、そうですね、やっぱ車椅子バスケは迫力があって好きですかね。こうやって3人揃ってマスコミの前に正式に出てくるってのはどのくらいぶりになるんでしょうか。なかなか全然考えてもいいな、普通に来ました。え、そんな感じですか。お一人一人とか二人はあると思うんですけど、3人揃ってっていうのはなかなか忙しいのでないのかなって。なかなか今年は、まあ、でももちろん去年も一昨年もずっとこの大会、はい、この、ね、イベントっていうのはやらせてもらってるんですけど、今年はどうだろうね。まあでもいろんなイベントもあったしね、ファン、はい、ミーティングとかね。最近だと音楽番組に呼んでもらえたりして、うん、はいはい、初めてテレビで雨上がりのステップという曲を歌わせてもらって、はい、初めてかってびっくりしました。はい、記者の皆さんの前でこうやって3人揃ってこういう長いマイクみたいな感じでね、長いマイクみたいな、ね、なんか芸能人っぽくていいですね、これも。今日芸能人ですから。とてもなんかこうコメントをこう聞いていただけるっていうのはなかなかいい気持ちというか、はい。今日9月22日というと7年前、新しい地図が新たなスタートを切った日だと思います。特別な思いだったんじゃないかなと思いますが、今日1日どんな思いで過ごしましたか。香取さん、いかがでしょう。そうか、そうかですよ ね、 そ う、 だね、そうかっていうぐらいに、今日はもうこれかこれで結構パリパラリンピックの皆さんと会えたことで、うん、と思ってたけど、自分たちの記念日というか、そうかでもあるんですね。そうだね、うんうん、でも本当そうだね、うんうん、でまたそこで雨上がりのステップを歌えてね。そうです ね、 ね、記念すべき、うん、お客様もいっぱい来てくださって、うん、で来れなかった人もね、また明日皆さんも記事とか、ね、映像で見てくださると思いますし、うんうん、そう、パラスポーツの歌として歌わせてもらってるんだけど、その7年前もそうだし、これからも雨上がりにステップをみんなで踏んでいきたいです。うん、プロベース選手もお母さんもね、30年以上のバンダーと、ね、そうなんですよ、もう大興奮で、お母さん。お母さん大興奮だったよね。お母さんはすごかったです。お母さんすごかったです。でも平根選手のお母様は3人の皆さんのどなたのファンとかってあるんですか。いや、よくわかんないんです。どうなんですか。それはもう みんなのファンだよ。みんなのファンです。箱推しですよ。箱推しです。